どうもみなさんこんにちは。LINE の返事は1週間以内にはなるべく返すマメなタイプな霊夢です。その返信速度のどこがマメなんだよ。ということで今回もやっていきましょう。モダンウォーシップス。今回の主役は出雲なのか？いや今回の主役は出雲じゃないよ。今回はドローンの中でも昔からいる中国ドローンの FL-71 が主役です。かなり昔からいるゴールドのドローンだな。なんで今回はこのドローンが主役なんだ？実はこのドローンはいつの間にか強化が入っていまして、このドローンに核ミサイルが積んであるんだけど、実はその核ミサイルの弾数が1発増えてました。核ミサイル1発増えてるのはかなりでかいな。今までは接近して核ミサイルを撃った後はそのまま帰還させて補給ってのが定石だったけど、もう一発あることによって往復で攻撃できるようになりました。一回飛ぶだけで二発の核ミサイルは強いな。どれくらい大きな変化かわかりやすく言いますと、この私の主力ドローンが入れ替わるほどの強さですね。お前は自分の存在は何だと思ってるの？そしてこのドローンはゴールドなので課金ドローンではあるんだけど、実際ログボや何やらで結構手に入りやすいのでみんな持ってるんじゃないかな。確かに入手しやすいドローンではあるな。最近バトルパスなどで様々なドローンが追加されてるけど、それらと同等かそれ以上に強いドローンなのでかなりおすすめ。入手難易度の割にはかなり強いドローンなんだな。では試合開始したので索敵開始。索敵は予備機のある攻撃機で行います。高確率で撃墜されるからな。予備機のある機体で索敵するのは空母乗りの基本ですね。これをしないことには一人前の職人とは言えません。空母乗りの話はどこ行った？攻撃機が撃墜されるまでは攻撃機で攻撃します。もう一回くらいは攻撃できそうだな。それなりの数の対空ミサイルが飛んできてますが、ミサイルごときで墜落する攻撃機なんていないので無視します。精神論みたいなの語ってるけどしっかりフレア耐えてたじゃねえか。あれは攻撃機の排気ガスなのでフレアではありません。その言い訳にはかなり無理がある。今突っ込んでた奴は誰だ？そろそろ攻撃機の旬も終わったのでドローンを発艦。墜落しかけてることを旬の終わりっていうな。では2発の核ミサイルがどのようなものか見せてあげましょう。見てる人には想像もついていないだろうからね。そんなに複雑なことじゃねえんだから想像はできてるだろ。本邦初公開の映像をとっとご覧あれ。お前が動画にするまでにも自分で使ってみてる人いるだろ。核ミサイルは弾速がかなり遅いので敵艦ギリギリで発射します。弾速が遅いミサイルでも航空機なら撃墜されないように撃てるからいいよな。そして核ミサイルの命中を確認。55000の火力はかなりでかいな。それがさらにもう1発撃てるから強いんですよね。ミサイル2発目撃つ前に撃墜されてますよ。なんだよこのドローン何にも変わってないじゃないか。いやお前が敵の対空攻撃を回避しないからだろ。ゲーム仕様に責任転嫁すな。ドローンが再度発艦できるようになるまで攻撃機での攻撃。今回の攻撃機での攻撃だけで残りの敵艦4隻撃沈できたらいいですね。もしできたらできたですごいけど、ドローンが主役の動画でそれはどうかと思う。 F3 は極超音速ミサイルを積んでるからいいですね。どっかの弾速の遅い核ミサイルを積んでるドローンとは大違いですよ。なんでさっきまでベタ褒めしてたドローンを急にディスり始めた？ここでなぜか母艦の体力が急速に減り始めました。さすがに新品買わないとダメかな。最近充電の減りが早いんだよね。スマホじゃねえし充電の話でもねえよ。母艦操作に戻ってみると、あら不思議、敵艦から集中砲火を受けていますね。この数の魚雷はまずいな。とりあえずグレランで迎撃できるものは迎撃します。しかしここで大量のミサイルが飛んできましたね。こんなもんはチャフを使えばワンパンよ。余裕ぶっこいてるけど次同じ攻撃来たら終わりだぞ。おそらく敵は今のチャフによりミサイル回避にひるんで次の発射はないと予想します。希望的観測の達観。確実に敵の兵頭を買ってる気がするので、ここは一度レーダーから外れるために逃げます。今からは逃げることに精一杯になって、もしかしたらもうドローンの映像がなくなるかもだけど我慢してね。ドローンが主役の動画でそれは放送事故だと思う。一回ドローン操作の映像撮ったし問題ないでしょ。一回目は一発しか核ミサイル発射してねえし、そもそも二回目がないことが問題なんだよ。そんなこと言ってもドローンはすでに撃墜されたので知りません。動画の構成ボロボロすぎん。その後なんとか逃げて攻撃機で応戦しようと思ったけど叶いませんでした。やられ方がなんか切ない。どうですか強化された FL-71。 ほとんど動画になっていませんでしたよ。2戦目は頑張りますので、なんとか小指一本で許してください。なんでけじめの話になってるの？ということで2戦目をやっていきましょう。2戦目は入り組んでいることで有名なアイスランド諸島ですね。入り組み具合で言えば、小学校のクラスに1人はいた。1ヶ月かけて自由帳に迷路を描いてる。この作品並み。確かに異常に入り組んだ迷路描いてる子いたけどさ。このマップでは敵を見失いやすいので、空母での索敵はかなり重要ですね。重要度で言えば、日本のインフラの枠組みにギリ入れるレベル。ゲームの中の一つの行動がインフラ入りするわけねえだろ。今回は正面の位置にいる敵が見つかりませんね。航空機の索敵で見つからないってことは潜水艦かもな。ドローンでの攻撃は潜水艦より水上艦の方がやりやすいので、水上艦の位置を把握したいとこ。足柄を見つけたな。足柄は対空ミサイルを積んでることが多いので要注意ですね。だからこそ予備機のある攻撃機での索敵が適切なわけだな。プロメテウスなんか持ってたら一瞬で撃墜されるからね。で、今の足柄はどんな感じだったんだ？さっぱりわかりません。ダメじゃねえか。あの足柄の兵装がわからなかったので、攻撃目標は CGX にします。目標を変更したとしても、その敵艦の兵装もわからんだろ。クグ X に関しては名前がひらがなじゃないから対空ミサイルがないと思うよ。因果関係皆無。ということで、まずは一発目の核ミサイルを発射。命中したな。そして一度急上昇して旋回して、もう一度核ミサイルを発射します。でもなんで真上から攻撃する必要があるんだ？いい質問ですね。池上明かよ。だとしたら再現度低すぎるでしょ。実は真上からの攻撃ってレーダーではわかりにくいんですよね。さらにプレイヤーの視点でも真上はなかなか見えません。つまりミサイルを発射
射したことに気づかれにくいってことだな。そういうこと。2発目の核ミサイルを発射したので機関ボタンを押して補給に帰らせます。今母艦の周りに敵艦はいないからまだ航空機操作で攻撃しても良さそうですね。一応遮蔽物になる山のふもとに移動だけさせておきます。敵に見つからないに越したことはないけどな。母艦の移動をしたので操作を攻撃機へ。 AI 操作の間に敵へ攻撃していないのか体力満タンでバッチリ元気ですね。やる気あんのかこいつら。もう少し優しい言葉をかけてやれ。先ほどのドローンから引き続き攻撃機でも CGX を攻撃します。一隻だけを集中的に狙って確実に沈めるわけだな。昨今は環境問題についてうるさいから無駄なエネルギーを使うわけにいかないからね。ごめん全く意味がわからん。最後は味方がとどめを刺してくれて CGX を撃沈しました。ナイス味方。もうそろそろドローンの補給は終わってるだろうけどもう少しで攻撃機で攻撃。せっかくならしっかりミサイルを使い切った方がいいからな。最後のミサイルも発射してさらに近づいてレールガンも発射。この攻撃機の場合レールガンの火力も高いのがいいよな。そうだね。出先でライターがない時にタバコの火をつける時に便利だし火力オーバーすぎるわ。攻撃機のミサイルを使い果たしたのでドローンへ操作を変更します。どうやら今狙ってた足柄は私たちの母艦を狙ってるようだぞ。同じ日本艦艇を狙うとは貴様それでも日本男児か。別に国単位でチーム分けてるわけじゃないからそういうの全く関係ないです。だけどさっき母艦の位置を敵に発見されにくい場所に移動していたのでまだ見つかってなさそう。母艦の立ち回りって大事なんだな。そういうことだね。人生で言えば受験勉強の次くらいに大事だよ。受験戦争なめんな。ここで核ミサイルが命中して敵足柄を撃沈。あたかも自分のミサイルのように言ってるけど味方の放った核ミサイルだぞ。次の敵は画面中央にいるジェラルドを狙います。敵空母がまだ行ってるんだな。ジェラルドにたどり着くまでに対空ミサイルで敵航空機へ攻撃。対空ミサイルはおまけ程度なのでそこまで大きな期待はできませんね。宿題やったのって聞かれた時に今やろうとしてたって返しくらい期待できません。やる確率ほぼゼロじゃねえか。今やろうとしてたって気持ち嘘ではないんだけどね。ただ長時間今から宿題やろうってずっと連続で思ってるだけなんだけどね。それはやる気ないのと同義なのでは。最後の核ミサイルを発射したのでドローンはまた補給へ。そして攻撃機で追い打ちをかけます。ジェラルドの対空はそこまでだから安心して攻撃できるな。敵空母を撃沈して空母の時代が終わったことを証明してみせましょうか。航空機で敵艦を撃沈したら間接的に空母の有用性を示すことになりますよ。時代は大砲ですよ。でかい大砲に頑丈な装甲の戦艦こそが海の王者にふさわしい。大艦巨砲主義回帰すな。大艦巨砲主義回帰とかいうパワーワード。次の攻撃が終わる頃にはドローンの補給終わってるかな。今回はドローンが主役の動画だからなるだけドローンを使わないとチャンネルの信頼度が落ちちゃうね。チャンネルの信頼度なら一戦目で血の底に落ちたぞ。いや一戦目とかいう前に元から血の底に落ちてるでしょ。お前はそれでいいのか。ドローンの補給が終わってるのでサイド出撃っていうかいつの間にか撃墜されてたんだな。こうやってドローンが墜落する事故が起きるから日本の規制は厳しくなっていくんだよ。戦場で墜落するなっていうことに無理があると思う。ここで私が撃った核と味方が撃った核が命中してジェラルドを共同撃破。2発の核とか恐ろしすぎる。このゲームは核のインフレが起きててそこら中で核爆発起きてるからね。核のインフレとかいうパワーワード。最終的には敵潜水艦と1対1になりました。さっきの味方艦は撃沈されたんだな。ひたすら潜水艦から逃げて敵の酸素切れになってるのが今の状況です。こうなるともう勝ったも同然だな。まずは1発目の核ミサイルが命中。そしてとどめの通常ミサイルを発射します。母艦からの攻撃も行ってるな。あ、でもどうせなら締めは核ミサイルで行った方が動画的にはいいよね。ミサイルの装填間に合わんかったわ。最後までしまんねえな。ということでどうだったでしょう。強化された FL71 一発増えただけでもかなり強くなったと思うぜ。今回の動画はここまでです。よかったらチャンネル登録していってください。 TikTok と Twitter のフォローもよろしくだぜ。リンクは概要欄に載せてあります。それではご視聴ありがとうございました。